はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでりょうさん、 RYO ですね。はい、クリアリーを2つですね。2つぐらいこうね、ちょうどお買い求めやすいような感じになってますね。ちょっとはい、ちゃんとメーカーに確認取ってお求めやすい値段にしてあります。まあ、アメリカだともう170ドル、170、180ぐらいしちゃってますんで、普通に考えたら2万ね、半額ぐらいになっちゃってますはい、じゃあいきます。まずはジョバロ、でバークリーで金パラですね。はい、ここ名前のところがね、あとドンラス、ここが金になってます。トルバーとルーキーで、後ろにルーキーが2枚。お、エイダン君、ルーキー、レイテッドルーキーは2枚入ってますね。色ついてますね。ジョシュアレン。で、ここは、お!ピケンズ!はい。175ですね、パープル。レイテッドルーキーのパラレル。来ました。まあ、パラレルのところで、こう、いかに、ルーキーを引いておくか。っていうのが結構、まあ、ポイントでもあります。ひっくり返ってそうですね。ひっくり返ってるとルーキーですね。スタッフォードとハーバード。誰だろう。ああ、ケニーピケット。はい、オートだと思います。シリアルはないですね。はい。ルーキーオート来ました。ピケット久々に引けましたね。ちょっとここ、PB したの、ゴルスタ?ゴルスタじゃないか。まあ、あの辺とか。エイダン君だったんだね。ちょいちょいと。はい。で、レッテッドル、マリックいました。まあ結構出にくいインサートとかもこれあるので、まあルーキーオートとそのインサートの、ローレンスとブレディ。二本立てみたいな感じになってて面白いですね。ね。多分これインサート枠だったのかな。デマーカス。2002の、はい、ドンラス。ピケンツ、ベースも出ました。で、2箱目。もう、2箱目ちょっと、ね。はい。よいしょ。ニコニコで見れます。まあ、箱はこれ1箱にまとめてお送りします。よいしょ。これ切れてなんか。あ、切れて。はい。いきます。ヘンリーとスイフト。あ、またレイテッドルーキーのゴールドだ。ジェッツのジョンソン。ゴールド。あ、またエイダン。エイダン君。何枚あってもいいですね、エイダン。あ、ランスですね。ワトソン。あ、シリアル入ってる。お、ルーキーだ。ストロングの75。はい。テキサンズ、テキサンズ。あ、レデだ。はい。ハーツ。マキャフリー。で、いきます、A の。お、プレスコット。はい。クリアリーレトロ。92年のデザインのプレスコットのサイン。ですかね。プレスコットだったら、何年だっけ ?2016 のクリア版のオートとかやればいいのにね。それやったのかな前に。ちょっとわかりませんけど。はい。で、ルーキー2枚。あ、なんか、あ、違うか。インサートか。ね。赤っぽいと思ったんですけど。インサートだね。はい。ローレンス・テイラー。で、マリックと、ホワイトとなりました。はい、ということで、サインが2枚とも結構いいですね。まあ、プレスコットさんはまあ、ね、パニーニさんといろいろちょっとありましたけど、まあ、あれもエージェントの、ね。まあ、選手も悪くないでしょうから。はい、ちょっと待って、なんか怒り合っちゃった。はい、ということでピケットとプレスコット
のサインでした。あとはやっぱり、まあ肝心なところが、ルーキーのパラレルが結構出たので、ベテランよりルーキーの方が多いです、枚数が。はい。っていうところが結構ポイントかもしれない。うん。このぐらいの価格でね、こう出てくると面白いですね、やっぱりね。はい。結構売れましたね。昨日夜アップしたんですけど、朝までに結構売れてました。まあかなりお安くつけたので、お値段ね。というところが、はい、ポイントです。はい。ということで、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。